マセラティさんからの依頼なんですけども、はあ、お客さんが PRC を支援してくれた、うん、です。ああ、がっつり割れてるね。なんかできていくの楽しいよね、形が。うーん、何でもやりたいんやけどね、基本。よし、見ます。はい。ああ、目が復活してきた。イレーイ。いいですね。うん、分かりにくい。あれから30分。炙ってません。原石は封印してます。1500万。ちょっと塗装してるシーンが飛んでしまったんですけど、2回目塗り終わってます。この辺でぼかしてますね。ぼかして、はい、9時53分、作業終了です。あとはちょっと磨かなあかんけど、磨きやって終わりですね。もう磨きも一瞬で終わるから。 PIC チャンネル。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、マセラティのカーボンスポイラー修理、はい、無事完了しました。ありがとうございます、ね。塗るところまでやってたんかな。うん、そうか、うん、で、磨き、あの後終えて、クリアは結局2回入れてます。はい、はい、で、磨き終わって今完了、作業完了ですね。はい、次の日です、塗装した。はい、いいですねもう完璧、傷はなくなってます。当たり前ですけど。で、ちょっとごめん部長、なんか斜めに上げてくれる？ちょっと光の加減で、ちょっとカーボンの目がどんな感じか、最終どうなったのか、ちょっと光の加減分かりにくいな。もうちょっとこっち、あ、こんな感じですね。ここがつなぎ目です。やっぱよく見れば分かるんですけど、こうやって離れた時に、まあ、そんなに分かんないよねっていうぐらいですね。いいんじゃないですか。うん、うん、はい、はい。で、まあ、この辺でぼかしてるんでもう分かんないと、うん、いうことですね。まあ、難なく作業完了ってことで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、まあ、今回の動画、はい、趣旨としてはカーボンの、傷を直せますよっていうのと、あともう一個大事なのが、ディーラーマセラティさんからお仕事がいただいたんですが、はい、一番大事なのはやっぱりね、お客さんが BIC を指名してくれたってことなんですよ。そうですね、うん、やっぱりこういう傷でも、まあ、ディーラー持ってったら当然何百万、まあ、もう金額はちょっと伏せるけど、うん、何百万で、2ヶ月3ヶ月待ったら治るよって言うんだけど、この傷でそんだけ待ってその金額みたいなところでお客さんってね、特にこの大阪とか都心部っていうかなの人ら
は特にいいやと思うんだけど、情報量の多さが違うというか、やっぱり BIC チャンネル見てくれたり、車のオーナー様自体がうちの BIC チャンネルを見てくれて、普段からこう頭にインプットされてるからこそ、はい、あそうだってなるわけよ。ディーラー行った時に、はい、ちょっと BIC ちょっと一回連絡つけてみてくれへんみたいな、はい、そうすると、まあ、ディーラーの方もお客さんのご指名やからね、はい、まあ、断ることもできずということで、まあ、ディーラーの方が、まあ、渋々っていう言い方したらあれですけど持ってきてくれて、はい、まあ、ディーラー間に噛んでるものの、まあ、うちとしてはお客さんからご依頼いただいたっていうスタンスで、はい、今回も仕事させてもらってます、はい、お客さん見てくれるかな、はい、あ見てくれてると思うよ。だってその、うん、指名書になりましたよ。ありがとうございます、ね、お顔とか名前はちょっとわからないですが、はい、まあ、喜んでくれてるだろうということで、はい、僕たちもあのいい作業をさせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。はい、なのでこれからの BIC チャンネルはやっぱりお客様向けなんですよね結局、はい、でお客さんがうちの技術を買いに来てくれて、でそれに対して対価を払ってもらう、はい、それがあるからこそ僕らは仕事頑張れるっていうところが根源にあるんで、はい、そこを忘れたらもう僕たちは存在価値がなくなるんでね、もうそもそもバンキッドソテーのそういう仕事やと思って誇りを持ってやってますんで、はい、これからももし事故したり停車中に追突事故にあったり、はい、車巻き込んでしまって当てたりとか、はい、いうことがあれば、はい、ぜひ BIC までご用命ください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけでじゃあ締めてください。いってらっしゃい。はい、お疲れ様です。はい、マセラティのスポイラーカーボンのスポイラー修理、はい、動画以上になります。面白かったと思う方はグッドボタンチャンネル登録のよろしくお願いします。よろしくお願いします。告知です。冒頭でお伝えした通り大事なお知らせがあるということで、はい、部長何でしょうか。12月22日になんとスペシャルな動画が出ますので、ほう、見てください。12月22日の金曜日、はいはい、休み前に出すので。ちょめっちゃ長編なんですよ。長編の動画が出る。特別な長編なので、はあはあ、そう、まあ、お休み土日とかに合わせてちょっと金曜日ぐらいに出そうかっていうので、はあ、22日に公開。珍しいですね、動画の予告するなんて。別にそのままポンって出してもええんちゃうの、はい、いやだってスペシャル企画じゃないですか。スペシャル企画、スペシャル企画。じゃあまあネタバレにならんぐらいの感じでどんな感じなんて思ってると思うんですけど皆さん。はい、私と UK がバチバチにしごかれる動画です。ある方に。そういうことだね、はい、要はゲストがその動画に出てきてくれてるってことだよね。スペシャルな方に出ていただきました。いつもの BIC メンバーだけじゃなくて、はい、今までに BIC チャンネルに出たことがない人がその動画出てくるってことだよね。です。おお、それは楽しみですね。すごく有名な方です。じゃあちょっと声だけでも聞いてもらいましょうか。いやバレるんちゃう。はい、こんな感じの方です。お分かりになりましたでしょうか。いや多分なバレると思うね。バレるよな。、はい、ただ今の声を聞いてもらって分かる通り、はいはい、とんでもないことになってます。とんでもないことになって事件です。事件起こりましたね、うん、ただまあ今回の動画って企画でもあるけど、はい、まあ、板金塗装業界の人たち、はい、で一元のお客さん一般のお客さんで会社を運営していくぞ、要は下請けじゃなくて自分たちのお客さんを囲い込んで、はい、でいい商品いいサービスを提供できるようにやっていきたいっていう板金塗装屋さん全国にいっぱいいると思うんだけど、はい、それをするに向かって要はその技術だったり設備だったりで、まあ、当然大事なんだけど、まあ、メンバー従業員とか技術はメンバーやからね、はい、結局人やからね、うん、ただ一つ大事なことをお忘れでございませんでしょうかっていうところやね今回。そうですね、うん、うちもまあ BIC としてそこの部分は意識してみんなと月一の定例会議やミーティングで話し合うようにはしてるけど、はい、やっぱりその外部の人にそのプロの方に指摘をしてもらうことによって、はい、いろんなものが見えるんじゃないかっていうことで。そうですね、本当にいろんなことに気づかせてもらえた企画だったというか、うん、もうちょっとしていかないとっていうか
YouTube を見て来ていただいたお客さんに関しては、あ、部長だーってこうやって寄ってきてもらえるんで、こっちもちょっと嬉しくなって、うん、結構フレンドリーに行ってしまうんですよね。それあかんなと思って、もうどんどんネタバレになってるほんまや、いつあかんかったかな、はい、まあとにかく板金塗装業界に、はい、まあ、ちょっと抜け気味というか、はい、ここを補強すれば、はい、意外と工賃だったり単価だったりも上がったりする、多分ね、はい、ピンとこない人もおると思うよ、それ関係ないでしょ、はい、っていう人もおるんやけど、俺は多分ね、今回の動画でお伝えさせてもらう部分、動画のテーマ、はい、フォーカスしてるところが、俺は意外とその売り上げにつながるんじゃないかって確信してます、はい、うん、っていうか前からずっとそこは思ってたんで、まあ、今回そのプロの方に来ていただいて、はい、バシッと新生 BIC にしてもらうために、はい、まあ企画、まあ、価値のある動画になると思うんですよ、はい、今後若い子たちとか独立して会社やっていこうっていう子たちも、はい、多分この動画見ればなるほどと、はい、エッセンスの動画になると思うんで、はい、部長と UK が、まあ、むしろ BIC やね、はい、BIC が犠牲となって、はい、犠牲となって、うん、はい、まあ、まずはやってみて、はい、で、まあ、その業界の人たちも、うん、みんな一緒に考えて、あ、はい、そうかそうか、ここだよねっていうところをもう一度ちょっと振り返ってね、袖を正すような動画になれば、はい、俺はいいかなと思ってます、はいはい、楽しくもあるし、そうやっていろんな気づきがあるような動画、うん、素晴らしい動画になってますんで、はい、ぜひ。じゃあもう一度最後に12月の22日に公開予定の動画、ぜひ見てください。長編って言ったけど何分ぐらいの？50分、50分ぐらい、ね、まあまあ長いな、ちょっとキュッとするかもしれないけど、いや、たっぷり50分あの有意義な動画になってると思いますんで、はい、はい、了解です。じゃあ皆様12月22日楽しみにしててください、はい、はい、ではいってらっしゃい。ありがとね、バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。